はい、対戦相手の型紙使いました。相手のチームがザシアンだね。これはグラードンかなりいいような気がするけど、アシレーヌとかが若干鬱陶しいか。サンダーから入る展開はかなりありな気がする。サンダー、グラードンが確定でラストですよね。ナットレイはありだけども、相手もナットレイがいいのか。でもナットレイでいいか。それかメタモン、シンプルに、まあ、メタモンでザシアンパクる展開が一番楽かな。これでいきましょうか。はい、はい、対戦よろしくお願いします。さあ、多分カバルドンからのシンプルな展開だと思いますけど、ファイヤーから来たか。いきなり取り対決。タイパイ少女はこっちが有利なんですけどね。大ジェットとかさ、大アークとかを考えると微妙だよね。放電から入ろうか。うわ、ダイマックスしてくんだ。まあまあいいや。ってことは大アークからぶっ放していくのか。素早さ種族値はこっちが勝ってるんですけど、多分ファイヤーはほとんど CS とかだと思うから上取られちゃいそうですよね。まあ、放電でまひらせる展開でいいと思うんだけど、まひればの話。大事、あ、ジェットから来る。弱点保険とかか。だいぶ入るな。弱点保険だね。これ逆上は発動させたかったな。でパクる展開が一番良かったけど、まあ、ボルトチェンジで大ジェットを、はい、耐えないか。これ無理だな、うん、でメタモン出してパクって、なんかいい感じの技持ってないから、ね、こいつ技範囲かなり狭いからな。イボ技とか持ってるかもしんない。ないな。不意打ち悪だけど、ああなるほど。暴風当てるなら暴風でいいのか。ここ大ジェットにしたところでって感じだよね。当てるか、素で信じろ。あれ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 、これちょっとやばいのでは。これちょっとやばいんじゃない。あれ素直に大ジェット押すべきだった。グラードンでダイマックスしたいというちょっと欲望が上回ってしまったな。だけどメタモンダイマックスと向こうに先手取られる可能性あるからね。使わなくの恩恵がなくなっちゃうから、だから今のとこは仕方ないというか、選択自体は間違ってないんだけど、まあ仕方ねえわ。こっからグラードンで全抜きするしかない。ダイマックスして大ロック、これで暴風は当たりづらくなってるから、まあ、燃え上がる怒りが飛んでくると思うんですよ。で燃え上がる怒りは、まあ、暴風と比べたらね、パワーが下がるので、直球を持ってるグラードンなら大丈夫なはず。ザシアンのな、居住山も耐えなきゃいけないけど、グラードンは防御は硬いですからね。中の勘違いで暴風をしてくんないかな。うっ、当て、えこいつ、強すぎる。晴れかで普通、なんか何の迷いもなく暴風って当てるとか強すぎるぞ。おい、いやーきついなこれ。ザシアンの技を耐えてラストがナットレとかあったら勝てるか。ザシアンの技耐える、アシリエヌかー。大アースでワンパンできてしまえばいいけど、だいぶきつい気がするな。どうだ、うわ微妙に足らねえ。ラスト雑誌なんだもんな、見てないけど154は耐えなす。いや待てよ、大スチルがある俺には。見るか、一応見てなかったけど、あこれか、
あ、ザシャン剣持ってない。あれ、なんかここスチールでいいよね。こいつ剣持ってない、なんか知んないけど。アクアジェット、あ、まあダメージは商売。まさかのナットレイとかありますかね。っていうかでもきついやつが実はあんま残ってない。ミミッキュがまあきついかもしれないけど、防御上げたしな。ミミッキュか、まあ後ろのグラードンな、翼負けてるだろうし、てかあれか、向こうが最速だったら大体負けるのか。まあアインヘでシャドウクロー、はい、2回耐えないかな。うわさすがに無理か、玉かー。おい、なんかの間違いで勝てないかな、無理だな。いやグラードはでも頑張ったろ、正直メタモンが何もしなかったのが悪いわ。じゃれつく。ここあれか、微妙に落ちないと思ったのかな。対戦ありがとうございました。相手なんか全体的に強すぎたわ。ありがとうございました。はーい、対戦相手の方が見つかりました。おっと、怒りっぽがいるな。結構不思議な感じの並び。いや一匹一匹のスペックはかなり高いのが多いんだけど、並びとしては不思議な感じですね。あー、オーロンゲから来るかな。ナットレイ、グラードン、ウーラオスな気がしてるけど、あーでも氷っぽ考えると特殊ポケモンがラティオスがいてもいいか。これラティオス、まあ神剣とかには強いしな。はい、はーい、対戦よろしくお願いします。さてさて、オーロンゲー、まあまあ挑発がありえるから、ここは一旦ジャイロボールから入っておきましょうか。挑発、はい、これをすれば壁は1枚しか貼られない可能性がまあまあある。いや両貼られちゃいそうだなこれ。叩くか、こうなったら粘土だった場合に落とせるし、あとはあの高校の尻尾トリックとかも一応防げに行けるんで、ナットレが食らうことはないけどね、裏のポケモンが食らうときに防ぐことができるんで、ここは叩いておいてもいいはず。あ？なんだ遅いな、高校の尻尾かってことはトリックですね。これは鉄トゲが入って、ああこれでだからとりあえずはやりやすくはなったけど、ナットレをここで切ってしまっていいのかという判断、まあ、悪くないか。こいつ高校の尻尾トリックもできないわけだから、でもナットレもいらんな正直、あんまりあんまいらない。なんか乱数で耐えたりしないかな。あ、耐えた。耐えたか、えらいな。でジャイロボールでオーロンゲを倒して、どっかでラティオスがダイジェットする展開がかなりいいと思うんだけど、できるかな。どっかで怒りっぽだったらできるか。え、待って、怒りっぽでもな、どうしよう。腹太鼓とか多分してくるよね。ドリギか、こいつな、顔剥がしちゃうとな、翼とか上がるし。あ、普通に来たか。これも2回ぐらいやったら耐えたりしないかな。無理無理だった。でラティオウス、ダイジェットでいい気がするんだよねここだから。ダイマックスしてダイジェットで無限ダイナの上を取って、で上から制圧していこう。これが最善。
でもこれ向こうもダイマックスされた場合結構やばいのかな。いやでもさすがに耐えると思うんだよね、氷一本の普通の氷技ぐらいこっちがダイマックスしてれば。でも相手裏が無限ダイナの場合もうここでダイマックスするしかないからしてくると思うんだけど、まあそうだよね、さすがに一発耐えると思うんですよ。だからここでジェットからの大バーンで焼き殺しに行く、これでいいよな。もう顔を剥がすとか剥がさないとか関係ないわ。大バーンで落ちなかったら受けるけど、そんなことあるかな。あるか、これが絶対落ちる絶対落ちますね。大ジェットでこんだけ入ってんだもん。急所かなんだよ。まあでも大バーンのが火力が 1.5 倍ぐらい、いや 1.5 で2倍ぐらいあるから多分大丈夫だ。急所でこれだったら2倍ダメージが出れば倒せるはず。さすがに耐えますね。んで大バーンで氷っぽ焼いて、でラストが無限ダイナだったら大ドラグーンで勝ち。これでいいよな。大ボールしてくるか、してこない。さすがに飛ぶと思うんだよね、さっきが 1.5 倍であれだから。でもどうあったんだろう、あれはあれか、今のとこ大ジェットを急所当たんなかった場合ってオボンが多分発動しないから結局2発で倒せてるっぽいっすね。ああだから大体合ってたわ。氷っぽもな、なんか特殊ポケモンがいたらあんま怖くないな。物理しかいないときほんと絶望感半端ないけど、まあ、あとは無限ダイナにね、どっちが真に強いドラゴンかを教えてやってゲームエンドよ。大ドラグーンの方がパワー上だよな。あね、大ドラグーンでさ見せつけてやれだってよぜ大ドラグーン。うい、対戦ありがとうございました。いやーラティオス強いわ、たまに活躍するからなこいつ。こういうとこがちょっとね船から下ろせないとこなんだわ。まだ船に乗っててもらおうラティオスには。対戦ありがとうございました。